今日はこういう院内の勉強会にご参加いただきましてありがとうございます。この汚染水の問題ですけれども、汚染水の流その問題の経緯と流出の原因についてまずお話しします。基本的な事実としてですね、福島第一原発というのは標高約30メートルのところにあったんですが、それを標高10メートルまで切り下げて、建築されています。で、もともとの敷地には川が流れていたそうです。で、掘り下げ工事中に地下水の流出があったということで、これを組み上げるようなシステムが、ずっと、運用されていたと。そして地下水の流出はこの2011年の3、4月に、かなり深刻化したという、覚えておられると思いますが、そういうことがございました。そしてこれを海に流れ出て出させてしまったということが起こっていたということで、この2つの事実から導き出される結論としては、地下水の建屋下への流入を阻止しなければ相場汚染水の大量流出は防げないということだったというふうに思います。この点は実は政府も東電もよく分かっていたということが、分かっています。で、2011年の6月の段階で東京電力は地下にバウンダリーを築くと、地下30メートルまでですね、遮水壁を築くという計画を作って政府に提出しておりました。で、東京電力 その計画ペーパーによりますと、これ以上海を汚染させないために地下水の遮水について万全の対策を講じる。遮水壁は基本的にスラリー連壁として南東水接層の深さまで到達させる、この周りを囲むようなものを作るということを一応約束したはずだったんです。ところが他方でですね、東京電力はこれに1000億円以上のお金がかかるかもしれない、そうすると債務超過に一歩近づいた、あるいはその方向に進んでいるとの厳しい評価を受ける可能性が大きいと。それを回避するためということでこの計画を公表することを差し止めたんですね。これが一つの例ですね。 QNS の機能不全の例、汚染水タンクの例、これ非常に分かりやすいんですね。まず信じられないずさんな設計と施工とありますけども、我々プラント屋の目から言いますと、あまりにもひどすぎる、まずボルト締めの件がありますね。水系もついてない、貿易でも高々30センチ杭も打ってないんじゃないかと、100センのタンクなどに耐水設計もしてるとはとても思えない。弁当処理もない、タンクが朝晩で息をしますので、大気に放射性物質が放出していきます、その度に。それから塩分対策も、どのぐらいの鎖状、高度上バランスを取っているのか不明。それからなんと地盤傾斜を無視して、タンクを建ててました。とんでもない話でして、誰が検査を合格させたか。ということで、これらを含めて責任の所在がまだはっきりしないんですね。で、先ほどの救援というのは責任、チェックして、責任の所在もはっきりさせて、それを次の改善に生かすということなんですけども、同じ過ちを何度も何度も、結局何百機も同じものを作ってしまったと。一体その責任はどこにあるんでしょうかと。それから製造者、これは確か鹿島とどっかのジョイントベンチャーだと思うんですけども、清水狭間とありますけども、ごめんなさい、鹿島さんじゃありません。大成清水狭間のジョイントベンチャーのところなんですけども、通常発注契約しますと必ずその契約書には貸し担保責任というものもありますね。いわゆるワークマンシップギャランティーというんですけども、その受け取った会社が行った作業に対する責任を分なきゃいけない、間違ったらやり直さなきゃいけない、漏れたら作り直さなきゃいけない、そういった貸し担保責任が契約の中でどのように入っていたかというのが非常に私たちからでは疑問に思います。それから最終検査の責任、規制当局は一体何を行っていたのか。我々はプラントですから、主に石油化学、可燃物を扱うんですけども、非常に厳しい検査を当局から受けます。それから東電自身のその QM のからの見解というのはないと。で、これらを、これ一つの例ですね。で、ここから、QMS が機能しない限り何を計画して何を実行してもやっぱり問題の再発は免れないというのは確信を得ると。まずどういうことを眼目に考えるかということですが、まず被爆の労働が最小であるということを考えたい。それから納期が最短であるということ、それから小出しの対策ではなくて抜本的な対策を採用する、それから実績のある方法でこれやればまず確実にいけるという見通しがあるものでなきゃいけない。で、ついでに言いますと、
凍土壁は実績がないということと、それから施工するその、環境が 4.5、ミリシーベルトパーアワーということで非常に線量が高いですから、なんて言いますか、熟練の労働者は必要な仕事だと思われるんだけれども、なかなか難しいなという 感想を持っています。それでまず地下水は今400トンパーデイ流れ込んでるんですけど、その元を立たなきゃいけない、それが1点と、もう一つはあまり地下水のレベルと建屋の中の水位、汚染水の水位と逆転させると漏れ出すんで、それを漏れないように、コントロールしなきゃいけない。そのためには用水道を、今これは地下水バイパスのための井戸が12個ぐらいありますんで、それは測定しながら調整用に使うと。で、全体として地下水を止めるようにして、それで地下水の方が下がってきたらば中の水も減らすようにして、水位を下げていくということを方向としては考えるべきだと思います。それで最終的には建屋の中の対流水を汲み出す、今のところタンクが、不足してますので、至急にその、大きな公共的なタンクを作るべきだと考えています。次お願いします。